スタート。はい。あいちゃん友好的？あいちゃんもう嫌い？あいちゃん自分がこうやられたら嫌やねんな、お前。あ、乗る。な。痛い痛い痛い。うん、そういう時にね、ちょっとあのお守りとしてつけたりとかしますね。うん。でないとね、ピットやっちゃうとすごいんでね。うん、ピットとかあのトサピットケンちゃんとかね、ロットピットのリンちゃんとかね、その子らがやっちゃうともうすごいことになっちゃうんで。はい、今日はですね、てっちゃん初顔合わせいうことで、野犬たちと、問題の、脳障害って言われた、子ですね。てっちゃんですね、結構フレンドリーな子で大丈夫かと思うんですが、ちょっとチャレンジやってみますね。で、念のためにちょっとね、もしも、犬が、絡んだ時ね、ちょっと話すのにラケット用意してます。それと、ここでちょっと、チャンネルの宣伝になるんですが、高木の、うちのパートナーですね、高木の、チャンネルなんですが、最近登録された方、チャンネルがすごい伸びて、最近登録された方はちょっとご存知でないかなと思うんですが、サブチャンネルというか、あの高木が今運営している、チャンネルなんですが、リエコと、保護犬たちの楽園っていうチャンネルを作っております。どういうチャンネルかと言いますと、僕がリハビリやってですね、まず問題がなくなってきたなっていう、犬たちをですね、今度高木にタッチしてるんですよね、バトンタッチね。で、その、穏やかになってきた様子とかね、普段の、野犬たちの様子とかを、女性らしく表現しております。もしよろしければね、またチャンネル登録と、ご視聴お願いします。説明欄にね、ちょっと、リンク貼っておきますので、説明欄の方を、ご観覧ください。はい。そしたら、ちょっとてっちゃん興味津々なんで大丈夫かと思うんですが、はい、まず大丈夫です。うん、リラックス、リラックス。はい、いきますね。ちょっと交わるときにタイミングでガガガってなるかもわかりませんが、もしも、喧嘩とかになるようなら、カットさせていただきます。はい、スタート。はい。集団リンチが音がな。のび太も出てくるとこがすごいね。ちょっとどいどい立って。ちょっとどいどい立って。でね、こういうね、端に追い込まれた時にね、ちょっと気をつけてあげなきゃ、追い込まれたいうのでね、ちょっと攻撃的になる場合が結構あるんで、それだけね、気をつけてあげて。アイちゃん。うんちさっさとうんちやうんちや。でまずね、リラックスするまではやはり気をつけてやらないと、初めての子がね、パッといったらやっぱりすごい警戒心で緊張しちゃうんで、それだけ気をつけてやって、でリラックスしだしたらもう安心なんで、そこまでねちょっと様子伺ってあげるっていうことで。どっか行っちゃった。伸びたやん。アイちゃん、アイちゃん出てきたな、伸びたな。何してんのお前。隠れておしっこしてやる。出てくるわ。まあちょっと待ってあげましょう。
でこういう時ね、初めての犬が入るいうことで、人間の方がね、フィールドに入ってる人間の方が緊張しちゃうと思うんです。でその緊張感が犬を緊張させて攻撃性に変わるいうことでね、だから、こういう時初めて犬を交わらす時はいかに人間の方がリラックスしてあげるかなんですよ、落ち着いて堂々と見てやるっていうことですね。それでかなり変わりますね。で今ねもう久々の上のフィールドなんで探検ですねこの子ね、犬を構ってる場合じゃないみたいな感じ。だからこういう時はね、犬近づけさせてあげない方がいいですね、変に近づくとねどっか行けっていうことになっちゃうんでね。で気の強い子が近づいていってたら結局それで揉め事に発展する可能性あるんで、ちょっとね近づけないようにしてやるのがいいですね。でこう何回もおしっこするのこれ緊張からなんですよ。だからねそういうのを なくなるまでやはりね、落ち着いて見といてあげる、見守ってあげるですね、それがいいと思います。まだ犬も見えてないですね、リオン何リラックスしてるふりしてんねんお前は、ふりやろお前。でねこういうふうにすごい極度な緊張状態なんですよね、てっちゃんがね、何頭もおる中にポンって入っていくっていうのがね極度な緊張状態になると思うんですが、保健所さんが結局精神疾患なり脳障害なりって言われて、判断されたと思うんですが、極度な緊張状態になった時ってね精神疾患の子はすっごい精神的に乱れるんですよ、動けなくなったりとか急に、興奮して変な行動に出るとかね、威嚇してしまうとかね、そういう風になっちゃうんですけど、そういう風な疾患的なことはまずないですね、脳障害は別ですよ。脳障害言うたらほんでねまっすぐ歩けなかったりとかポテってこけたりとか泡吹いたりとかね目がぐるぐる回るとかね、そういう症状出るんで、今までにそういうのは一切ないです。震えたりとかね、いろんな症状がやっぱり脳に障害があるいうことは出てくるんで、日常生活でね、でそういうことはまずないですから、あんた弱い子に強いな。でああいう時もね、わわわっとこう絡みかけたっていうのもね自分の判断なんですよね。で自分の判断で止めに入るかどうかなんですけど、あそこで大声を出しちゃうっていうことは犬にスイッチ入れちゃうんですよ、興奮を煽るいうことでね。だから止めるタイミングってすごく難しくて、今のタイミングでもそこでこらーとか言うて走っていっちゃうと興奮煽っちゃってね、お互いパッと気の弱い精神的に乱れてる子っていうのが攻撃的に出ます。ですからそこらもね落ち着いて判断してやるのが必要ですね。でないと飼い主さんの方が喧嘩させてるっていうパターンも結構あるんでね、ですからそこらもねよく判断してやる。アイちゃんすごいな、有効的チャレンジャー。アイちゃんドルチェと似てるね、もう出てないやろ君。アイちゃん有効的、アイちゃんもう嫌い、あいちゃん自分がこうやられたら嫌やねんなお前。あ乗るな、あいちゃん人気もんやな、人気もんやな。てっちゃんあいちゃん来てみ、
誰と誰おんの？のび太やな。お、のび太やるやないか、お前。やるときはやるの。はい、なかなか緊張が取れてませんね。まだちょっと毛が逆立ってますね。まあ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 ですね。お、レオンやるやないか、お前。ちょっと怖、ビビってんな、レオン。ということで、一度切らせていただいて、落ち着いてから、カツオくんと、梅干しくんも混ぜてみようかなと思います。これもまたね、鉄くんと初顔合わせっていうかね、初フィールド入れですね。で鉄くんなぜこんだけね、初ってやっていくかというと、まあ精神疾患がこんなことならないよっていうのをね、皆さんに分かっていただきたいっていうのもありまして、それと大ちゃんがね、この子なんもないよっていうふうにね、大ちゃんが、大吉くんがね、本当関わらないっていうかね、OK 出してるんで、まず犬には大丈夫だと思って、どんどんチャレンジ、していってもらおうと思ってます。はい、てっちゃん大きな群れになってきました。はい、今度はね、梅干しくんとカツオくんを入れていきますね。てっちゃんちょっと向こうにいてますけど、まず大丈夫かと思うんですが、ちょっと認識ねしてほしいんですけど、てっちゃんが来ない、野犬たちがいてるからね、来ないと思いますね。またね、リラックスして、人間たちはリラックスですね。はい、カツオくんも行きたいな、梅ちゃん行きたいな。梅ちゃんはどうでもええ、カツオくん、はい、じゃあ行きますね。はい、痛いって。ほら、すごい群れになってきたね。梅ちゃん、あんまり息とったかんで、梅ちゃん。カツオと梅はね、基本的に攻撃性が全然なく、犬に対しても人間に対してもね、そういう風な犬になって変わってくれてます、うちでね。カツオは何人か噛んでますね。職員さんも、保健所で職員さんも噛んだ子ですね、カツオくんね。梅干しくんは、保健所で吠えまくってた子で、威嚇ですね、威嚇すごくしてた子ですね。両方とも噛む危険性いうか、カツオは噛んだんですが、梅干しも噛む危険性が大いうことで、処分対象になってた子です。はい、梅干しは三重県ですね。でカツオは四国、高知ですね。はい、でまず今のところは大丈夫ですからね。タイプ的によく似てるのが、やっぱカツオと鉄くんっていうのがすごく似てて、性格がね、だから合うと思うんですがね。それと梅干しくんもどっちかいうとカツオタイプなんで、フレンドリーでね、陽気な子、なんで、この3頭はね、多分ね、綺麗な形の群れになっていてくれると思うんですけど、まあ揉め事が、大きな揉め事がない限りね、このままスムーズに群れ化すると思います。はい、こういう時ね、ドキドキしないですね。こういう時見守ってやる、ゆっくりね。で正面行った時ちょっと要注意してやって、あと止めるタイミングは難しい、これはもう勘ですね、勘で。止めるタイミングが遅れた場合は、声が届かないから余計煽っちゃう。声の届くタイミングってすごい難しくて、行き過ぎやなっていう時にポンと声
声で止めるですね。でそれ通り過ぎたら 声で止めるいうことは絶対できずに、煽っちゃうことしかないです。うん、だからね、ボディにコレクション入れるのが一番止まるんですけど、これもまたまた難しくて、フリーにしてるとね。ですから、アメリカとかのドッグランでは、Eカラーっていうのをね、ドッグランに行くときに常識としてね、モラルとしてE カラーをつけていくっていうのね、お守りですね。でないと声で届きにくい、タイミングがすごい難しいってなると、あとボディコレクションなんか入れれないじゃないですか。そしたらもう止めようがない、興奮した時ね、バーンって息かけた時、そういう時にE カラー使うんですよ。そういうためにE カラーつけてますね。うちめったに使わないですけど、やはりピットとかね、そういうクラスになっちゃうと興奮が早いんで、そういう時にね、ちょっとお守りとしてつけたりとかしますね。でないとね、ピットやっちゃうとすごいんでね。ピットとか、トサピットケンちゃんとかね、ロットピットのリンちゃんとかね、その子らがやっちゃうともうすごいことになっちゃうんで、止めんの遅かったり、よう止めなかったら死んじゃうんでね。そこまでエグいことになっていっちゃうんで、犬の喧嘩ってね。だから用心に越したことはないっていうことで、いいカラーつける時もあります。ただいいカラー作ってても、絡んだら絡んだ時はもういいカラー使ったらダメですよ。何にも犬感じないし、感じたとしても興奮煽るだけですね。もう絡んじゃうと話に行かなきゃダメですね。いくら何やっても無理、棒で叩いても無理ですよ。煽っちゃいますよ。犬って興奮してもう喧嘩するぐらいの興奮度になっちゃうと、痛みが分かんない。噛まれてても噛まれてる痛みってなかなか分かんないんでね。だから絡んじゃうともう分けに入るんですね。ってことで、群れ化できましたね。これ何頭いてんかな、5頭の6、7、8頭ですね。8頭の群れになっちゃいましたね。まだまだちょっとね、てっちゃんの方が、緊張気味なんで、ちょっと注意してあげなダメだけど、正面切ってこう言ってもね、別に両方とも威嚇しない。今の梅干しとのね、あれでも分かる通り、まず大丈夫っていうことで。でやはり犬同士っていうのは同性気をつけてあげてくださいね。正面切って同性っていうのがすごい喧嘩のもとになりますね。オス同士メス同士ですね。それはちょっとね、初対面の時は気をつけてやる。で慣れた中でもやはり何かのタイミングでその興奮の度合いっていうのがあって、いつも仲良しにしてるのに、その何かのタイミングでね、やっちゃう時も同性は結構あります。異性はね、結構オスが引いちゃうんですよ。だからあまり喧嘩にならない。喧嘩しても別れますね、すっとね。なかなかその取っ組み合いの喧嘩まではなかなか異性はならない。メスの方が強いっていうのは結構メスが止まんない場合がありますけど、オスがガッと攻撃的に出た場合はオス引いちゃうんで、なかなか喧嘩にならないんですね、その大きな喧嘩。ちょっと絡んだっていうのはオスメスでもあるけど、結局オスがかかっていった場合は結構大きな揉め事にはならない。メスが絡んでいった時はなりますね。そこらもね、犬合わせる時に、注意していれば、なかなかそういう揉め事にはなっていかないと思います、カツオ君。はい、どん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 大きい群れにしていって、今度ね、ネネちゃんをね、ネネちゃんちょっとちっちゃいからあれなんですが、ネネちゃんをね、ちょっとね、入れたいかなと思いますね、ここにね。ほんで、大ちゃんチームと合体ですね。それがいいかなと思いますね。ねねちゃんあそこ来てますね。ねねちゃんがね、ねねちゃんも入りたいようになるんやろうけど、なかなかね、ねねちゃんね、孤立化してしまうからね、ねねちゃんがかわいそうなんでね、
群れ化していってないんですよ。秋だと一緒が一番いいんかなとか思ったりね。和犬なんでね、ほんでね、和犬はなかなかね孤立化しちゃうんでね、うん、なかなか難しいですね、野犬の群れ化っていうのはね。でやはり雑種なんで絶対にな、梅ちゃん、絶対に和犬は入ってるんですけど、どういう出方ですね、そういう感じで出方が和犬寄りの出方してる子はやはり群れ化するのしんどいとかねありますね、うん、ってことで、長い動画になっちゃいましたが、無事群れ化できましたっていうことで今日の動画は終わらせていただきます。もう一度お願いなんですが、リエコと、保護犬たちの楽園っていうチャンネルも、うちのチャンネルと同時に可愛がってやってください。またまた僕と違う動画になっておりますのでよろしくお願いします。それではありがとうございました。